こんばんは、コアロンでございます。さあ今回はヴァンフォーレ甲府さんとの試合で皆さんからいただいた差し入れを紹介させていただきます。今回コアロンがいただいた差し入れがこちらです。こんなにもたくさんの差し入れを皆さんからいただきました。コアロンは一サポーターでありにもかかわらず、本当に皆さんありがとうございます。いただいた差し入れ一つずつ紹介していきましょう。こちらにはないんですけれども、現地でいただいたものがございます。スポーツドリンク、そしてスタジアムグルメの焼き鳥で、そしてソーセージ、こちらに関しては、現地で、美味しく食べさせていただきました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ではここにあるものを一つ紹介していきましょう。まずはこちらですね。ちょっとごめんなさい、運ぶ時にですね、中のシャボン玉液が全部抜けてしまって大変申し訳ないんですけれども、でかいシャボン玉が作れるシャボン玉の棒みたいなものをもらいました。こちらですね、コアラアキラのシャボン玉、コアラアキラ、コアラアキラ、コアラアキラと実名をたくさん入れていただいております。ありがとうございます。続いてこちらですね、丹波山というふうに読めばいいんでしょうか、温泉のせんべいをいただきました。ありがとうございます。続いてこちらですね、ハーベストクッキー、ありがとうございます。さらにはこんなものもいただいております。ピカチュウ、ありがとうございます。そしてこちらチーズビットというお菓子、ありがとうございます。そしてこちらはアジューグミのオレンジ味、ありがとうございます。オレンジって書いてないですけどね。失礼いたしました。果汁グミ欧州みかん味。はい。え、なに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 、温州。はい。え、なになになんだよ、温州。はい。なになに、読めないのね。で、ここの地方の人にすごい失礼ですけど、大丈夫。ちょ、愛媛でしょ。やめて。絶対に使ってくださいね。温州みかんですけど。さあ続いてこちら、富士急ハイランド高飛車のチョコレート、ありがとうございます。富士急ハイランドも行ったな、ありがとうございます。たくさんのチョコレート入ってます、ありがとうございます。味見しました、毒は入ってないで安心してください。パッシブな味になってますということです。ありがとうございます。そしてこちらはですね、スモモのようなものでしょうか、果物を2ついただきました、ありがとうございます。おお、まずはお手紙から読ませていただきます。コアロンさん、ポンピーさん、動画の撮影編集お疲れ様です。いつも楽しく拝見させていただいています。甲府は J2 のため FC 東京との試合で天皇杯のようなカップ戦でないと見れないので、コアロンさんが甲府に来てくれて嬉しいです。実は私は2年前の10月に甲府と FC 東京が J1 で対戦した時にコアロンさんにお会いしています。ちょうどその頃サブチャンネルの方でスヌーピーグッズ論争という動画が出ました。あの時の付箋とボールペンを差し入れしたのは私です。自分の差し入れめぐってあんな面白い動画になったんで何回も見ました。あの時コアロンさんボールペンをもらえなくて残念でしたね。今回、2年前のコアロンさんがもらえなかったスヌーピーのペンセットをぜひ使ってください。そして来年は来んなよ、気を払ったかのように。気を払うかのように、いやいや、それフォロワーを見計らって来んなよ。そして来年 J1 の舞台で FC 東京とコアロンさんにお会いできるのを楽しみにしていますということで、2年越しとなります。こちらのペンセットスヌーピーの私がいただきます。ありがとうございます。そしてこちらは2002年 FIFA ワールドカップブラジル対トルコのピンバッジいただきました、ありがとうございます。ファーストラウンドグループ C って書いてあります。こちらはごめんなさい、ちょっと持ち帰るときにごめんなさい動いてしまったんですが、欅坂の尾関理香さんという方のカードです、ありがとうございます。こちらは冷やしカントリーマーム2ついただきました、ありがとうございます。さらには形変形してしまって申し訳ございません、軽井沢三笠クラブチーズケーキもいただきました、ありがとうございます。そして、お手紙読ませていただきます。ディアコアロンさん、今日は忙しい中甲府に来ていただき本当にありがとうございました。2017年ぶりの甲府だと思いますがどうでしたか。天皇杯だとイベントが全然ないので寂しいですが、個性の雰囲気や甲府山梨の空気を味わっていただければ幸いです。話は変わりますが、6月15日に行われた FC 東京対ヴィッセル神戸戦にヴァンフォーレの試合を放棄してわら、アジスタをお邪魔させていただいた際、雨の中全身タイツにサンダルの調子を長さを見つけました。その日以来小野さんの動画をしっかり見て毎回笑ってます。ファンの方は神対応だけど、動画とポンちゃんには切れまくりのギャップが最高です。これからも応援しています。また甲府に来てください。機会がありましたらまた会いたいです。2019年8月14日、ウェンズデイ、フロムルイカちゃんということです。来年成人の社会人ですということです。ありがとうございます。頑張っていきましょう、お互い社会に出た人間として。そしてここからちょっと危険なものがまず続きます。まずはこちらドリアンチップスですね。ありがとうございました。なんで、じゃあありがとうございます。この後確定でしょ。確定って何ですか。何、はい、ごめんなさい、ちょっとですね、持ち帰る時に濡れてしまって大変申し訳ないんですけれども、いちご 100% ストロベリーダイアリーというプレイステーション2の恋愛シミュレーションゲームをいただきました。ありがとうございます。ということで皆さん、たくさんの差し入れありがとうございました。今回はやってはいけない、あってはいけない天皇杯敗退ということで、あちらをいただきたいと思います。ちょっとじゃあこの大きいのをいただきます。天皇杯悔しいですけど、他のタイトル絶対取りましょう。気持ちを込めていただきます。
あ、うわ、あ、あ、まあ正直そのドリアン風味はちょっとありますけど、ちょっとベジタブルチップスに近いような感じなんで、そんなあのウェってなるような感じは、まあ、全然食べられるようなドリアンチップスではありました。私もそういったドリアンチップスに会うことができて今回ホッとしています。甲府の皆さん本当に、優しく接していただいて嬉しい気持ちでいっぱいになりました。ぜひ J1 の舞台で甲府の方々と対戦できることを楽しみにしております。また夢からの構成にお伺いしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。逃げるで大丈夫。いやいや逃げるというか、まあ、今回ははい失礼します。チャンネル登録しようよ、ホタルの光がありえないほど聞ける